はい、どうも、サフケンタです。今日は3月の4日土曜日となります。 Vlog スタートとなります。晴れる予報だったと思いますが、土曜日だけ雨になっちゃいましたね。はい、明日のなんか日曜日は晴れそうなので、なんか乗れる方はぜひ乗っちゃいましょう。なんか午前中は明日なんか放射冷却のためマイナス4度ぐらいになってるみたいなんで、乗るんだったらまあ午後からでしょうかね。まあ週末もどんどん動いていきましょう。さて、今日はこれからですね、ズイフトの国内最強ズイフター決定戦と言ってもよろしいかなと思います。マーケン社チャンピオンシップが開催されます。100キロを超える頂上決戦でございまして、おそらくですねこれがラストリーグ戦となりますので、頑張っていきたいと思います。はい、まあ今日それなんでコンタクトなんですけどね。はい、来週はですね、年齢別レースだったかな。全員参加のレースはですね、今日が最後となっております。で、もうこの動画をですね、アップするときにはレースが終わっておりますが、一緒に参加された皆様、今年は本当お疲れ様でした。来年もですね、マーケン頑張りましょう。ちょっとね、なんかオンライン飲み会なんて企画しようかななんて考えておりますので、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いいたします。で、そのズイフト関連のお話で、明日ですね、朝7時半より、新潟メンバーのですね、企画、まあ、ゆっくりライドをですね、ズイフトで企画しております。おおよそ1時間ちょっとぐらいのリカバリーライドで、9時ぐらいには終わるかなと思います。私のツイッターの方にこれ参加リンクの方貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。誰でも参加可能となっておりますので、新潟メンバー以外の方でもですね、全然参加は OK です。チャットしてる間にですね、これあっという間に終わってしまいますので、楽しくリカバリーしましょう。ご参加お待ちしております。さて、今日のお話ですね、便利なテールライトのお話となります。まあ何度か紹介させてもらってる商品なんですけど、こちらですね、ベガテールライト。価格はですね、3960円となっておりますが、2023年のですね、価格の値上げがありまして、4400円となっております。で、一応ですね、店頭に7、8個ぐらいかな、旧価格の3960円のもので出せるものがあるので、この価格でですね、オンラインショップには入っております。で、このテールライトですね、他のライトにはない便利な機能がついておりまして、自転車をですね、これ降りて止まると勝手に消えてくれるというですね、これオートモードというものが付属していますね。ちょっとこれ消えるまでもう少し待ってください。で、こんな感じで自動的に止まります。で、動くとまた点滅が始まるという。これ、すごいでしょ。これが便利なところでですね、まあトイレ休憩だとかコンビニ休憩の時にですね、勝手に点滅が止まってくれるので、電池の消費もですね、これ抑えてくれていまして、私の場合多分10時間ぐらいのライドはですね、しっかりと持ってくれます。で、コンビニライドとかの時って、まあライトをですね、これ消すのが面倒だったり、あと消したら消したでですね、まあつけるの忘れてたなんて、そんな時もありますので、このですね、オートモードにしてるだけで非常にですね、便利で OK でございます。はい。で、サドルバッグに取り付けられるように、クリップタイプにもなってますし、ゴムバンドでですね、どこでも取り付けが可能となっておりますので、自転車通勤などでもおすすめです。ぜひ、事故防止にですね、テールライトをつけましょう。私はですね、これ事故防止にですね、デイライトというですね、日中でも前後のライトを点滅させて、まあ、前とか後ろから来るですね、これドライバーへの視認性を高めるためにですね、これデイライトというものを行っております。で、ここ最近はですね、このデイライト当たり前のようにやってる方が非常に多くなっておりますので、ぜひですね、ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、スポーツ自転車を乗ってられる方はですね、ライトを点滅させて事故防止に努めましょう。こちらのですね、ベガテールライト、当店オンラインショップに、ございますので、ぜひお買い得な価格のうちにですね、チェックをよろしくお願いいたします。当店のオンラインショップのリンクの方はですね、こちらの動画の詳細欄にありますので、
いろんな商品覗いてみてください。ということで、今日はサクッと便利なテールライトのご紹介となりました。天気予報をちょっとよく見てみると、来週あたりなんか15度から18度くらいまで上がる日が出てきましたね。ようやくシーズンインというところで、修理メンテナンス、新車の組み立てですね、ダッシュで進めていきたいと思います。シーズンイン前の修理に関しては受付中でございますので、他店ご購入のお客様もお気軽にご来店お待ちしております。それでは3月の4日土曜日ですね、頑張ってトレーニングします。それではまたアップします。